はいまずサードなんですけど、えー、ここまずね、えー、山田秀明選手と、えー、清水宏斗が、ねここえー、9番、4番前行きましたね、えー、ここはまあ作戦上、まあ、最初から考えていた位置なんでしょうね、はいえー、そして、えー、その後ろですね、えー、これから徐々に隊列が整ってくると思うんですけども、やはりここ、やっぱ強力なのは8番の南純 そして1番の三谷隆岐7番の村上博之そして村上義弘ですねこの8番1番7番5番の近畿勢この4社並んだ近畿勢をどう攻略するかそこにかかっていると思うんですけどもやはりここやすやすと南選手を先行させてしまっているのではもう本当他のラインはねもうどうにもならないと思うのでやはり競輪本来のセオリーというのは その強力と言われている8番の南順、えー、を率いる近畿勢をいかに後方に置くかそういうレースをしなければいけないですよね、そこにはやはり、えーまあ、先行を自,自殺して、えー、挑まなければいけない選手がいなければだめなんですよね、そこを清水宏とか、えー、横山、どちらかがか、ね、それをやるしかないんですよね。やっぱり 南順が先行して、えー、三谷が番手からね番手で盤石な状態でいてそれをまくるとなるとどうなのかなって考えた時にはやはりねここは横山も後ろを取った意味が分かりますよね後ろを取るということはそういうことですよねやっぱり平原選手がついているということはそういうことでもある,、ねえー、ううもあるし、うん、後ろを取ったということは、ね、後ろから抑えていってまずは近畿勢をね後方に 追いやらなければいけないのでここは残りね、えー、まだ3周2周半ですねここね、まあ、ここで辺でちょっと誘導のね、えー、対比ラインがありますのでねちょっと微妙なとこなんですけどもしっかりとここは抑えきって、えー、残り2周フル加速ですよね、まあ、ここはもうこれで平原が出ていけばもう平原楽勝なのかなって感じなんですけども、まあ、ここでまだ打賞ですよ。 打ででまだこここすからねねのスピード、ね、本来ならこれ最終バックのスピードですからねこれで打者を迎えて南純が平原のブロックをねもらっていけないところを三谷が出ていく、まあ、このね近畿の作戦というのもラインも素晴らしかったんですけどその後ろのスピードを借りてまくり込んでまくりきってしまったねこの清水宏人の復活。 うん、こののまくりっていいうのは、ね、非常に素晴らしいですよね、まあ、後ろ、まあ、浅井も、ね、少し離れながら山田秀明も離れながら、えー、離れてしまったんですけども、まあ、この清水宏人の威力いやー、なんか、あのー、いい迫力を見せてもらったし、うんうん、骨折をしてね、えー、今年の最初、骨折をして、まあ、それから作り上げてきたものがねなんかこの「事長杯」で出てきたような感じしますからね。はいうん やはり競輪のセオリーっていうのはやはりありますね、今、若い選手たちはやすやすと近畿勢を逃してしまうんですよ、だからやっぱりそこに対抗するラインがいなければいけないし、うん、やすやすと逃がしてしまってそれではやっぱりつまらないしね、平原の後ろにつけて、うん、頑張った横山の気持ち。うん うん、ああいう選手が出てこないとやっぱレースも面白くないですよね、うん、だから今のレースは非常に面白かったし清水宏斗選手にも、ねはい、本当素晴らしかったなって言いたいですよね後ろをちぎってのレースですからねすごいお見事でしたねそんな理事場杯でしたけども。はい